皆さん、チームとして、2回目の次の年間のスタートを切るこの日に、私のどうしても言うべき、県庁職員の皆さん、来てみたら県議とか、あるいは後援会の方とか、経済人の方もらえますけども、まあ、皆さんにこうして、もう一度温かく迎え入れていただいたことを、まず心から感謝を申し上げます。本当にありがとうございました。今から1年前に、知事選挙に、再選を目指して出馬するということを表明させていただきました。直後の長期で必ず帰ってくると県庁職員の皆さんにもお約束をいたしました。その約束の通り再選を果たしてこの群馬県庁に戻ってくることができました。選挙はなかなか大変でした。投票率があまり上がらなかったのは残念でしたが、県庁職員の皆さんと力を合わせて、あるいは市町村と協力をして県議会のご了解をいただいて、苦しい中でもコロナ対策、無駄熱対策、災害対策、一つ一つ私たちが頑張ってやってきたことは県民の皆様から間違いなく評価されていると、この17日間の選挙戦を通じてそのことを強く感じました。この選挙の結果をもって堂々と自信を持って2期目のスタートを切らせていただきたいと思っています。この4年間は一言で言うと、県民の皆さんを新型コロナ、あるいは豚熱を含めたさまざまな脅威から守り抜くための4年間だったと思っています。次の4年間は攻めの4年間にしていきたいと思います。この間コロナ対策に忙殺されつつも、私たちが一生懸命参ってきた、未来に向けて参ってきたこの種、これを芽生えさせ、そして花を咲かせるような、そういう年間にしていきたいと思います。同時に県民の幸福度を向上させる、この原点に立ち返っていろんな方々の意見に耳を傾け、群馬県をもっともっと活性化し、同時に誰一人取り残さない、そういう社会を作るために同志の皆さんと協力して頑張っていきたいと思います。皆さん、新しい群馬県を作っていきましょう。そのための挑戦に力を貸してください。引き続き向かいます。市町村と連携し、県議会ともしっかりといい議論をしながら、新しい時代の群馬県を一緒に作っていくことがありませんか。次の4年間もよろしくお願いいたします。以上です。ありがとうございました。本日はご視聴ありがとうございました。